おはようございます。速稼塾の久保です。まあ、千里の道も一歩というね、そういう言葉を私はたまに発信するんですけども、まさに千里の道の一歩が千里目を迎えたのかなと思えるようなね、そんな日常が私の中に入ってきました。私が隠居生活を始めた頃っていうのは、まだ FX を始めた第一歩だったんですけども、その年っていうのは一回も勝つことがなかったです。これが2017年だったんですけども、現在千里の道の999歩か1000本目だと思うんですが、今 FX で負けることはあまり考えられません。3年かかりましたけどもね、ちょうどやっぱり千里の道も一歩とい う, そういう風なねライブを始めて3年以上経った今、私はその千里を築いたのかなと思います。もちろんですね、こういうことわざもあります。100里の道を行く者、九十九里をもって半ばとせよということです。そうなんですよ、私も千里の道の999歩行ったかなと思った時に、いや、まだ500歩ぐらいだと思いなさいっていうね、戒めなんですけども、そうですね、今ここに来て3年、ほとんど安定したドル円相場を私はずっと体験してきました。ただ、昨日、大きな値動きがありましたね。私が見る限り、これだけの値動きっていうのは、本当に数年に一度とか、十数年に一度とかっていうクライシスだと思うんですよ。多くの方はこの値動きについてこれなかったかもしれません。私もついていけませんでした。ただこの値動きが来たということは、ついにこのついてこれない時代、ついてこれない相場が巡ってきたなと思うんですよ。で、相場を見て思うのは、このドル円の相場っていうのは、たくさんの企業とか、それからアメリカと日本のそれを取り巻く世界のね、金融の流れが最も色濃く出てるところなんですよ。で、ここに大きな乱れ、急落が来たということは、おそらくですね、末端の企業、それから国際運用、その他金融商品ですね、こういったものが大きく値崩れをしたり、一部暴騰したりとか、要するに荒れまくってることなんだろうなと思うんですよ。まあ、ちょっと難しい話になりましたけども、3年かけてこれがやっと見えるようになってきました。そしてこれからのことを考えると、多分小さな企業とか小さなビジネスっていうのは話にならないぐらいこの時代に振り落とされていくんだろうなと思います。もちろん直接的な倒産とかリストラとか不況とか、そういったものも我々のね、暮らしを直接蝕んでいくと思いますけども、このドル円っていうね、相場 FX っていうのは、世の中が不況でも儲ける仕組みがあるんですよ。稼いでいけるんですよ。値上がりしようが値下がりしようが、そこにチャンスがあるんですよ。ちょっとね、理不尽な話ですけども、一生懸命働いて毎日12時間13時間働いている人が生み出すものよりも、 FX の市場で掴めるものの方が非常に労働効率、時間効率が高いんですよね。すごくね、皮肉の話です、これは。実際に労働をしている人が富を掴むのではなくて、労働をしている人の姿を見ている人が富を独占しているっていう、そういう風なね、金融業界の恐ろしさっていうのが、なんかね、この千日目にして肌身に染みてきたというか、絶対に勝てるわけないじゃないかと思いましたね。毎日一生懸命作業してる人が、それは尊いことなんですよ。それは私もわかります。でも現実、客観的に見ると、この相場の世界で相場を操ってる人には、どうやってもね、一労働者とか一企業が勝てないなっていうふうな、本当諦めにも似たような感情が私は今しますね。私も企業経営をしてますけども、ちょっとした風向きで企業経営っていうのはダメになるんですよ。でも相場の世界、金融の世界って、そのむしろね、ダメになってるところにチャンスがあるというね、本当になんか無慈悲な状態だなと思います。暴落したってことは、多分多くの企業が倒産したんでしょう。そして関連企業の倒産がその後に続くでしょう。失業者も世の中に溢れると思います。だから金融が儲かるっていうふうなね、まさに事故の裏で富豪が生まれる、それをそのまま表してるんだろうなと思って、昨日はね、ちょっと戦慄する思いがしたんですけどね。皆さんどう感じでしょうか。ちょっとね、怖い話なんで今日はこのぐらいにしておきますけど、すいませんね、本当に危機ですよ。ずっと危機っていうのは募ってきたんですけども、その一つがね、昨日ブレイクしたかなと、ドカンとぶち壊れたかなっていうふうな気がしまして、どこまで伝わるか分かりませんけども、今日発信してみました。それではですね、ちょっと怖いんですけども、その中でも最善を尽くしていきましょう。それでは失礼します。